泉理香さんね、最近グラビアでよく出てはりますけども、うん、グラビアアイドルですけども、いろんな番組出てはりますけど、はいはいはい、奈良さん、泉理香さんのこと本気でちょっと好きじゃないですか。いや本気で好きというかいや好きでしょ。でも正直、正直、あ、ほんまに正直好きかも気持ち悪いね、言い方、うん、好きでしょ、タイプでしょ、で、その泉理香さんがあるネタ番組のゲストで出てはったんですよ。泉さん、コロチキは知ってますかって言ったら、その泉さんがね、もう優しいから、ナダルさんめっちゃ可愛いですよねみたいな、そのテンパったりした時とか、あの先輩に失礼なこと言っちゃう時とかね、すごい可愛いじゃないですか、その出番前にその僕らに対してのなんか言ってくれてたんですよ、コメントで。僕ら上手と下手でこうどうもって出てくるような登場の仕方だったんですけど、そのすごい奈良さん可愛くてってコメント言ってる間、奈良さんの顔パッて見たら、もうとこもう有頂天になってて、ほんま、いやもうめちゃくちゃにやけてて、さあそれではコロコロチキチキペッパーズお願いします、どうもーって言って、ですね、あれ奈良さんがもうネタ飛ばしてその褒められた、可愛いって言われた喜びで、あーね、西野みたいないやいやいやそっちからやからセリフと思って、あ、何を言ってんのそうそうそう、どっか行ってんの、ナンバーさんとかもクククククみたいな笑ってて何してんのみたいな、うん、で収録終わったあと前室みたいなのあって、そこにナンバーさんと陣内さんとニュースの増田くんがいたんですよ。で、なんかナダル初っ端おかしくなかったみたいな、そうなんすよみたいな、なんか泉理香さんに可愛いって言われたからちょっと有頂天になってネタ飛ばしてんすよみたいな、あーそうなんやみたいな、泉理香さんのこと好きなんやみたいな、じゃあ今から泉理香さんが収録終わってここ通るからちょっとお前飯とか誘ってみたらみたいな、でほんまちょうど泉理香さんが、あ、ありがとうございましたって言ったら、ナダルがこう伸びしながらご飯、泉さんとご飯行きたいですなみたいな、ほんなら泉さんがあっって言って、そのままそのまま会釈してどっか行って振られましたとか言って、いやでもさ、その時にさ、陣内さんと南原さんと増田さんおって、残念やったなナダルみたいなやったら、じゃあ僕泉さん行ったんで僕も行きますって言って、その挨拶もせず南原さんと陣内さんと増田さんにさ挨拶もせず帰ろうとして、いやいや挨拶したした、いやだからその待て待て待てみたいな、あったな、だからその、あの、じゃあ泉さん帰ったんでお疲れ様でしたって、お前つなぎみたいに使うなって絶対言われた、つなぎみたいなさ、うん、泉さんがあかんかったからもう僕バイバイですみたいな、絶対ない、そのニュアンスがあってなさ怒られたけど、うん、そうそうそういや泉さんね、ほんと美人で可愛いしめちゃめちゃいい人ですからね、うん、まあでも諦めんでいいよ絶対、諦めていいっていうか、うん、いや別にそんなに無理やって、そんな、え、いや飯ご飯行けたらなって思っただけやから、そその狙うとかじゃないけど、あ、まあまあまあね、ご飯行きたいなっていう、うん、でも絶対諦めない方がいいですよそれは、うんうん、正直好きでしょ、うん、いやまあ好きかもいや気持ち悪い気持ち悪いよそれから